ジです。今日も元気にいきましょうね。さあ、今日はトラベルでございます。はい、今日は超進化。あ、いいね、最近の超進化。超進化シリーズやっぱり来てるからね。頑張っちゃおう。本当は白い湯をね、早くしたいんですけど、私はまだね、まだ手に入れることしないですよ。中の骨が落ちない。うるせえな。うるせえな、いいよ。はい。来ました。このチョッパーでございます。はい。超進化させていただきます。それです。はい。でですね、僕、このチョッパー持ってなかったっていう。そう。だから今ちょうど、能力解放の道でチョッパー落として、で、この黄色チョッパーしか進化できないってこと知らなくてさ、普通に赤チョッパー進化させ、超進化させると思ったら、あれできないと思って、やばいやばい。この、そうそうそう。できません、動画ってなって。やっとですよ。さっきじゃなくて、昨日落として進化させて。いいね。行きましょう。早速こんなに超進化いっぱい見れるのやばいな。全員2年後です。超進化しちゃおう。お願いします。はい、超進化。はい、チョッパー。あー、ビリビリ、ビリビリ。わーい。強くなったんだろうな。うわしゃーってした。可愛すぎていいな、男。可愛い、そっちかい。お前だからそっちしか見てない。かわいいチョッパーで、やっぱこの超進化ビビビって時ってさ、今思ったらなんでこんなに気持ちいいんだろうと思ったら、あれだね、フェス芸が出た時もさ、ブブブブってなるもんね。あ、ちょっとその感じと似てるからね。ビリ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 みたいな、だからアカデミーゲットしたぐらいのなんかテンションになる。そういうこと。よっしゃーい。でチョッパーはね、ジンベエパでね、多分活躍するんですよね。はい、ヘビーボンド敵一体に残りたいかを言うときほど心づくてダメージを与えて、格闘タイプキャラのお邪魔スロットをジズローにすると。なるほど。でジンベイはお邪魔だけ変えれないからね。あ、そうなの。そう、お邪魔変えれないから。で、お邪魔の時に全部お邪魔でペッてやっても何にも変わんない、うん、あ、そっか。だからこのチョッパーがいれば、一応そのお邪魔にも対応できる。なるほどね。まあ、なかなかそんなにただそのためだけにこのチョッパーを入れるのはどうかなとも思うんだけど、まあ、場面によっては確かに使えるんだけど。そう、戦長効果としても強いです。結構いいじゃんね。うん、うん、だから、割と使えるんじゃないかな。なるほど。だ、最近始めたてで、チョッパー落としたけど、うん、その、クリアできないって人は、うん、2.5 倍だからね。強いね。で、この間の素材でチョッパー選んでれば、うん、ね、別に周回する必要ないから、うん、格闘一流やりました。ちょっとひさささ見てみよう、はい、まだちょっと19レベル全然揃ってない。あ、50なんだ。でもマックス、そんな強くないのかな。ちょっとひさささ見たいと思います、うん、はい、森来ました。見て、超進化マン、超進化マン。言いづらいです。名前はめちゃくちゃかっこいいっていう。でもそんなに相性よくない。実際あれ3時はそうだよね。だって固定ダメージとかだもんね。まあとりあえず今いい感じなので、ちょっとやってみよう。まず普通の技はまだ見てない僕いきます。チョッパー、超進化チョッパーの通常攻撃こちらです。はい、かわいい。攻撃今の食らないだろう。食らえヘッドスライムしただけや。行こう。ちょうど3時にお邪魔スロットが今来てるので使ってみたいと思います。はい、敵一体に、残りたい動きという心属性ダメージを与えて、格闘タイプキャラのお邪魔スロットを実装に。だからこの場合だとゾロなんだけど3時だけになる。行きましょう。はい、ヘビーポイント。おお、ヘビーポイント。おお、2年後チョッパーだ。おお、あ、割と食らうね。2万。じゃあ多分レベルもちょっと上げればもうちょっと食らわせれるのかな。全体だっけ1体ね。ああ、まあ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 って感じか。あ、で3時だけ変わった。ああ、なるほど。はい、じゃあちょっと全然見ましょう。ただ見たいだけって。全然マジのやつは何見たい。じゃあ3時。うるさくない。ヘルシュタイム。ダーイ。この動画は愛でできたね。使ってみよう。ちょっと船長に使ってみます。はい、初心に帰ろう。初心、懐かしすぎるこのジンベイ。これもジンベイバですからね。言うたらこのジンベイも使うことないな今。ないだろう。あえて、だから最近始めて割とちょっとやってきたよっていう人向けかな。このジンベイ出ねえよ、ガチャで言うと。出るかもしんない。出るかもしんない。で、一応無課金じゃ無課金。で、最近手に入ったキャラ。かつ、サニーじゃなく、メリー。
解放ゼロ。これ勝てるからで、今格闘場でいけるのがあのお釜のお釜のとこしかなくて、俺じゃねえけど、俺じゃねえ。あーまたいつも電池ないやん俺。ちょっと待って。はい、オッケー、よし行くぞ。これ勝てるかな。正直不安しか、ね、結構危ないんじゃないの。行ってみよう。むしろ負けるかもしれないよこれ。いや多分負けると思う実際。実際危ない。格闘 2.5 で行って、勝てるかな。体力少な。8000しかねえ。うわ実際やばいね。やってみよう。とりあえず肉は残しておいて、ルフィがたまればまあいいか。そうだね、チョッパーもそんなに使うとこないから。いきまーす。ちょっと豚で稼いでみようかな。そしたら、あ、お、全然飛ぶ全然飛ぶ。まあ見てるな。あ、豚も優しい。あ、そうだ、これじわじわ食らうんだ。君はダメージ食らないんだね、ここだと食らうわ。え？お姉じゃねえから食らうわ。え？食らった。食らうわ。食らってないじゃん。毎回やるのじゃん。こう合わせて。すげえめんどくせえじゃん。はい、そう、リンクしてるからね。やんなくていいでしょ。いやー、これ勝てるかな。非常に怪しい。ちょっとね、そのこう超攻撃力低くない？全員、全員が全員低いから。これいけるか？わかんない。まあ、ルフィぐらいかな。ルフィは強い。360か。あんまりだから時間かけないじゃん。そうだね。毎回か。毎回なんですよ。結構きついなこれ。ただでもまあルフィはたまるか。で最悪バイオレットが敵の防御半減してで肉にしてくるんだよね。半分以下だったら肉取れんのランダム変化だから、そこで回復はまあできると思う。だからバイオレットは貯めよう。16ターン貯まる。その前に死んじゃうよ。昔よくこれでやってたらこんな感じだったってことだもんね。言うたらね。あー懐かしい。体力めっちゃあるもん。体力5万とかで、かつマルコいたらもう10万とか。あ、出たー。ちょっと久々に見ようこれ。一緒に手帳を渡すの。渡す。懐かしい。もうこれ本当に2年ぐらい前だよ。うわーうわーこの、うわー破壊力頑張れ。いやいや本物じゃねえかよ。カメラで。いいよ。いいよ。もう本物。髪色がちょっと確かに。これやべえな。これやばいんじゃない。これやばいっす。食らうぜってこれしたら。しっかり。まあとりあえずジンベイ先使っちゃうわ。即に変えるから。意味ないっす、買いたもん。はい。はい、マイレット。これやばいっすね。どんぐらいかかるの。あ、そんなのないか。オッケーオッケー。なんかしてくんだと思って。忘れた。で、マイレット早いです。よし、倒せる。オッケー、あぶねえ。いや、あと4000とか超少ねえな。全然体力ないね。まあもう行くしかねえな、とりあえず。で、肉は無線の通りで。チョッパーかわいい。ただ頭から突っ込んでるだけだからね。あんま食わない。あんま食わないよ、実際。いやー、これはきついかな。いけるかな。食らってるよ、ライブ。やばいかな。やばいんじゃないの。甘く安いと。もう敵が遅延効くかどうかとか、そういう記憶すらもないよ。効かなくても問題ないしね、いつも通りいけば。一応半分、バイオレットたまんないか。あったー、きついね。あっちはきついか。絶対早めに行った方がいいね。もう。もう行っちゃうか。毎回のこのダメージ結構きついもんね。無理かな。行くかもう。マイルと早い。よし、もうそろそろじゃない。やべえよ、全然まだまだや。意外とあるから。意外とあるよ。やばい、肉でないと。ちょっと待って、勝ちたいの。貫通しないって、このおじさんを。ブーって、ブー
鬼弱だからね。236 弱すぎだ。鬼弱。まあこのカード、いや、たまるよ、ギリギリ。でも相手からこういくらいないよね。もうクロワーの、だからルフィで、うん、あれして、うん、できるだけ全員の必殺技、数万を食らせられるから、その数万をもうカウントする。よし。で、4、3。やばいやばいよ。 OK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 、 なんとかなる、なんとかなる。いけるよ、勝てるよ。よし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 。で、スロットこう温存して、あれもう何やってくるかマジでわかんない。そうだ、ね、スロット変化してきたっけ。ちょっともう覚えてないな。いや、お肉を出そう、そっちが優先だな。お肉来てー。お肉全然来ねえじゃん。来ねえじゃん。やべえよ、久々に言ったね、お肉来ねえって。さあ、何でしたっけ。はいはい、なんだ。キャーキャル様、状態上聞かない。あー、肉くれた。やった。これどうしよう、もうマジで覚えてない。とりあえず倒したんだ。3ターン耐えれるかな。そしたらルフィのチェーンが効くからチャンスはすげえある。うん、今肉全取りして、そしたら1回ぐらい食らえるから後ろ取らせて倒す。肉全取りしいの後ろ倒す。逆にチョッパーの下座とかでも後ろ倒しちゃったらいいかな。いや、こっちなら心ダメージを今与えちゃおう。別に3つ与えてもいいから。お邪魔はないよね、この時期お邪魔なんてなかったもんね、確かね。はい、食らせちゃいます。心属性ダメージなんで、こっちにあれば2倍になる。はい、さあ、今回の主役です。確実にもう船長としては19000。あんまり食らないですね。弱え。あ、じゃあブーの攻撃をね、一応ね、防御効果無視してくれるからね。なんて15倍のダメージだったから。よし、行こう。いるそれ。ほらほらほら。え、違う違う、分かんない。8000ぐらい食らったんだ。あ、食らった。81だ。81だ。で、全部取れば、うん、なんとかなんじゃない。いきまーす。はい。あぶね。肉取って。まあまあまあ、多分6000は食らしてこないでしょ。うん。なんだっけ、なにこれ、破片か。あ、ランダム変化か、よかった。さすがにこれ死なないと思う。お願い。半分以下とかなかったもんね、この時期ね。なんだこれ。ああー、3500。あー、よしよしよし。で、次ルフィが使えるから OK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 。 で、こうなんだったらバイブで使おう。して肉取れるのがダメだからね。防御力がマギアですね。半分以下の時、すべてのセットに肉取れるの。OK、いいんじゃない。うん。うん。はい。で、肉取れ。肉いっぱい来て。おいしょおいしょおいしょ。いいよ、勝てるよ、勝てる。勝てる勝てる。やべ。大丈夫だね、これ。半分以下とかなかったよね。で、スロー展開。え、違う、なに、え、どういうこと、なに、え、うわー、そんなことやってきたっけ。しかもこの1体が弾けない。久しいこの感じ。まあでもよかった、遅延が使えるから。あぶねー、これ毎ターンじゃないよね。毎ターン遅延だったらもう負け、次に倒さないとダメだ。そうだね。スロットじゃ取っとくか。あ、いいね、いいね。20回転したらやばいね。ないでしょ、絶対くらない。スロットにかけるか。あ、やってこない。よし、倒せ、ここで。よし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 、倒せ。久しぶりに見たこのチームに。そうそうそう、回転いっぱい倒せ。ダーン。で、一応これがスロットの影響を大きくするから。なるほど。よしよし、しかもパーフィットのタイミングを優しくなる。よっしゃ、勝つよ。よし、
ギリギリうわなんかね、すげえ懐かしい気持ちになった今。ギリギリだよ。エキスパにこのままにギリギリのパーティーで行く感じ。懐かしいわ。はい、そんな感じでした。まあこの2年後のね、超進化チョッパーの船長として使った感想は懐かしさを感じられるってことですよね。本当に実用的に実戦に使うんだったら本当格闘パか自由パのお邪魔変化犬。まあね、50だからな。これ99じゃないのか。まあそこがな、まあ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 。まあ場合によってはそのお邪魔変化のところで使うところがあるかなって感じですね。まあメインはやっぱり懐かしさを感じるっていう。はい、ことですね。はい、はい、そんなことでした。今日も見てくれてありがとう。ぜひチャンネル登録お願いします。明日も楽しもうということで。